あれ知ってる、斉藤さんって知ってる、知ってる、あれ4年ぐらい前、もっと前、うん、あれなんかさ、今ちょっとごめんな、こんなこと言ったら性格あると思われるけど、うん、ちょっと いたずらでさ、ちょっとやってしまったんよ、斉藤さん、俺がやったんよ、アプリで斉藤さんを、うん、え、あれってまだ存在するの？あるあるある、今俺も入ってるもん、アプリ、言ったら電話番号じゃなくてアプリ同士で電話がつながるんで、他人で喋るってやつやね、そう、顔は出ないよ、声だけ出ない、でちょっと面白い芸人の女の子がいたから、まあ、そいつの名誉のためにも内容は言わへんけど、うん、あ、まあまあ、顔、名前は出さへんけど、うん、その男性が出たのよ、うん、たらもうやっぱほら、そういう目的の人が多いわけよ、いやらしい、しいな、そう、まあ俺やろな、でこうバーって喋ってて、俺がカンペでこう書いて出したのよ、うん、でしつこいからさ、どんな格好してんのとか何してんのとかさ、あー、もうその言ったらそのテレグラの雰囲気でやってもってんのよ、昔、そうそうそう、で一括いのかましたろうと思って、うん、その女の子芸人に言わしたのよ、うん、その私は、うん、そういうのじゃないと、そういう性癖ないと、はいはい、私はそのごめんなさいね、夜聞いてる人すいません、でもこういうラジオなんで、うんうん、私は うんこ食べるのが好きですって言わしたのよ、そうええんかラジオでも、うん、大丈夫、うん、言わしたのよ、うん、ほんだらそいつが軽妙に喋ってたのに、えー、マジですか、うわーすげえですねみたいな、そりゃそうなるわな、さすがに珍しい性癖やから、うん、戸惑ってたんよ、うん、ほんだらこの5秒後に、うん、もうプロを笑わせるツッコミが来てんけど、うん、その男が、うん、食べさせるんですかと、うん、でご自分を食べたりするんですかって聞いてきたのよ、ほうほう、でその女の芸人もはい私も平気で食べますって言ったのよ、うわ、で男がごめんな、初めて聞くんですか、それ食べた後は何するんですかって言ったから、ここしかないと思って俺がカンペで、うん、白飯って書いたのよ、白飯、うん、って言って女の芸人がその後は普通に白ご飯食べますよって言ったら、その素人が、はい、カレーライスやんって言ってって言ってツーツーって言って、なんか最後のツッコミみたいな、その、シンプルながらええツッコミだけ残して切ったやん、ツーツーツーカレーライスやん、いや確かにカレーライスやん、あんた悪い遊びしろね、いやだからもうせえへんけどね、うん、面白いよね斉藤さんね、面白いね、うん。